オーナーいるか？オーナー。おや、見慣れない顔だね。何がお望みだい？買い物、製造依頼、それとも雑談？材料を届けに来たんだ。ほら、なんとかってやつを作るのに使う。ああ、マジックポケットだね。もういくつも注文が入ってるから一目でわかったよ。いいや、もうすでに十分な数の資金をもらってるから、あの子たちが何に使うのかを聞いて私も値下げしてあげたかったんだけど、私も商売で苦労してるだろうからそのままの金額でいいって聞かなくてね。まったく、お金持ちなだけじゃない、本当に優しい子たちだよ。リネたちってお金持ちだったのか。よくは知らないけど、フォンテーヌの魔術師なんてのは結構稼げるもんなんじゃないのかい？そういえばオーナー、ここの工房っていつもこういう機械で物を作ってるのか？なんかすごそうな感じがするな。機械でやれるなら手を使うやつなんていないだろう。最新の技術を使わないのだってある意味じゃ浪費さ。そして浪費は罪の一つでもある。じゃあこんなでっかい機械一体何で動かしてるんだ？そうだね。あんたたちみたいな素人にエネルギーシステムのことを説明するのはなかなか骨が折れそうだね。簡単に言いや、フォンテーヌ人が普段使ってるエネルギーは基本的に立証混合エネルギー、つまり審判で生まれたエネルギーから来てるのさ。え？審判からエネルギーが生まれるのか？どういう原理だよ。あー、私も具体的には説明できないけど、大雑把に言うと、法廷で審判が行われる時、ユシ最低カーディナルが人々の正義に対する信仰を集め、それをエネルギーに転換して全フォンテーヌのために使うってなもんかね。ユシ最低カーディナル、確か神が作った審判マシナリーだっけか。そんな機能もあったのかよ。でもまだよくわかんないぞ。信仰みたいにふわっとしたものをどうやって機械のエネルギーに変えるんだよ。あ、つまり水神はこういう機械を使って信仰から生まれる力をエネルギーに変えて全フォンテーヌのために使ってるってことか？あんたらの言う概念とか考えは私からすると目新しく感じるけど、案外理にかなってるかもしれないね。それから立証混合エネルギー以外にもプネウムシアって呼ばれるエネルギーもある。生産過程では神の力に頼らなくていいんだけど、不安定なエネルギーでね、未だに広い範囲で一般に向けて実用化ってところまでは行ってないのさ。仕事ほったらかしてまた雑談か、オーナー。俺も混ぜてくれよ。なんだってまたここに。あんたらカブリエル商会から借りた金は来月必ず返すと言ったはずだよ。とやかく言われる筋合いは。来月を待たずして逃げられるってこともあるだろう。今日は少なくとも5割、いや7割を回収させてもらう。あんたら、どうやらこの工房経営状況が良くないみたいだな。もう材料も渡したし、オイラたちはそろそろおいとましようぜ。ちょっとちょっと、借金の取り立てをする前にまずは自分たちの方を清算したらどうだい。君たちカブリエル商会が俺たち北国銀行のビジネスを奪うのは別に構わない。でもまさか北国銀行に不良債権を残していくなんてね。おっと失礼、俺が先に話をしてもいいかな。北国銀行のもんか。来月必ず返すと言ったはずだ。とやかく言われる筋合いは。
お旅人、おちびちゃん、まさかフォンテーヌで会えるなんて思ってもなかったよ。オイラたちもまさかお前がここにいるなんて思わなかったぞ。なんでスネージナヤを離れてフォンテーヌにまで来てるんだ。話すと長くなるけど、実はもう長いことフォンテーヌにいるんだ。それはそれは退屈してたところさ。君たちに会えたのはある意味運命だ。旧友だからってだけじゃなく、どこに行っても争いが生まれる君たちだからね。どう考えたってこの先の日々がぐんと面白くなるに決まってる。オイラたち、お前の言う面白さは別に好きじゃないんだぞ。旅はやっぱり順調じゃないとな。そうだろ旅人。おい、北国銀行の男、こっちを無視するな。邪魔しないでくれるかな。旅人と会える機会なんてめったにないんだ。君たちはそこで待つといい。貴様、借金の取り立てに来たのはそっちの方だろうが。なのに雑談が終わるまで待てってか。小僧、お望み通り今すぐ金を返してやる。ほらこっちに来い。邪魔するなって言ってるのに。あ、そうだ旅人、前にトーニャとテウセルを氷釣りに連れて行ったんだけど、テウセルが。おい、図に乗るなよ野郎ども。そいつを始末しろ。はあ、話をする暇もくれないとはね。まあいい、北国銀行からは客に手出しをするなって言われてるけど、君たちからかかってくるなら正当防衛だ。二人とも俺のために証人になってくれよ。まあお前なら一緒